こんにちは、皆さん。言論の自由と報道の公正をここ東京新宿駅南口で街頭で訴え続けております長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。今日テレビ、新聞、マスコミ、報道機関、公共放送、NHK までも露骨な偏向報道、印象操作の報道です。時に堂々と嘘を報道しています。明らかに日本を貶める反日の報道になり下がっています。そして IT 企業群 GAFAM が言論、報道、情報を世界で統制し支配的影響力を持っています。これは危険です。 GAFAM とはアメリカの Google、Apple、Facebook、Amazon、マイクロソフトを指します。さらに生成 AI、 人工知能が私たち人間の知能に置き換わろうとしています。ここでの街頭スピーチは YouTube で公開しております。しかし時に YouTube の一方的基準で削除されることもあります。今もって世界の専制主義国家、民進国家、すべての国家が国際金融資本家たち、既得権益を持つ支配層、エスタブリッシュメントに支配されています。政治や経済においても権力を持った者たちは己に不都合なことを人々に隠蔽し捏造しています。であるからこそ私は言論の自由と報道の公正を訴え続けております。そして私たち国民の選挙による議会制民主主義、民主制度を訴え続けております。あなたはいかがお考えになりますか。